はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースト、おてんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、てなことでね、先週から始めました1、ヒストリー101の、シーズン2ですね。うん、シーズン2後編ということでね、今回は、うん、一応2つテーマがありまして、うん、まあ俺たち馴染み深い MP3 とね、うん、あとまあこのコロナ禍でさらに注目されるようになった自宅でトレーニング、うん、はいはいはい、っていうのの話をしようかなと思うんだけど、まあ、うん、頭にね MP3 の話をしようかなと思ってて、うん、まあこの MP3 がまあはっきりデータ公式の名前なんだけど、うん、まあ一番有名なその MP3 が話題になったニュースっていうのでこれが出てくるのが、うん、まあ2007年の10月に、うん、レディオヘッドがね、うん、あのインレインボーズってアルバムをフィジカルで出さないと、はいはいはい、デジタルダウンロードのみで販売して MP3 の、うんうん、いいねで出しますっていうのを始めたのね、はいはい、これが確か100ドルから最低で3ドルとかかな、うん、300円とかで、まあただでも確か買えるっていうので、うん、っていうので出てきたんだけど、うん、っていうニュースからこの話が始まるんだよね、うん、でまあその現状の話をすると、まあ、90年代に MP3 が登場して、うん、2021年うん、今ですね、ストリーミングを利用してる 人は約4億8700万人だ、うん、ね、でちなみにあのマイソースケアガーデンが250倍入るって言ってて、うん、あのこれ面白いなと思ったのが、あの海外でも東京ドーム何個分みたいな話すんだなっていう、まあ確かにねアメリカだとそっか確かにね思うよね、よくあるじゃん、あの東京ドーム何個分の敷地がせ、一応わかんねえどれぐらいかって、うん、ピンとこない気がするけど、で今回もちょっとちゃピンとこないうん、ピンとこないでまあ Spotify に関しては毎日6万曲新曲が発表されると、うん、ちなみにそれをすべて聞くには、丸145日かかるものが1日で発表されてる。うん、でも実際無理ってことだね、まあ、聞き切るので。年間ちなみに2000万曲新曲が増えるよと、うん。で、レコードを積み上げると自由の女神何個分みたいな話も出てきて。うん、そこれピンとこねえ。ピンとこねえ。自由の女神を見てねえから、なんとこねえ、うん。いや、そうそうそう。俺、一回見たことあるけど、そんな覚えてねえな。とにかく高かった。まだ東京タワー何個分みたいな、ね、そうそう、まさにそういうことだよ。日本で。ああ、外国もこういう例え好きなんだから。ね、確かに。でまあ音楽業界の総売上に関しては今231億ドルと言われてて、うん、まあ約2兆円ぐらい、うん、いやまあ2000、まあそうだね、2桁増えるって考えたら 2兆円ぐらいで、そうだ、うん、でまあ 61% はストリーミングの売り上げだと、142億ドルぐらいだと、うん、ね、結構すごいですよね、ね、でまあニューヨーク市民全員がちなみに880万人だけど、うん、あのギブソンのフライウィングブーケ買いますっていう、この例えもよく、これもよくわかんない。あ、今ギブソンのフライウィングブーケ結構高いよとか思ったりする。結構ね、年々、ね、変動激しいですからね、これ、ね。で、まあ今回のテーマだよね、うん。私たちは何を得て、何を失ったのか。うん、ね、デジタルになって便利になったと言うけど、何か失ったんじゃないのか。うん、そしてデジタルが反映したけど、うん、同時に何か衰退したんじゃないかっていうのが今回のテーマなんだね。うん、で、まあどうでした、キャプテン、これ見てみて。うん、まあ、結構だから、まあ、もちろんね、その MP3、うん、ちょうどなんか僕が高校、うん、で中学入るぐらい、中学、中3ぐらいかな、うん、ぐらいにちょっと iPod が、あ、はいはい、なんとなく持ってる人が流行りだしたぐらいだったんで、なるほど。でもそっからもう今 iPod 使ってる人いないじゃないですか。確かにね、もうなくなっちゃったよ、それ自体が。そうそう。だから結構やっぱ、MP3 出てきてからの変化ってやっぱ早いなっていう、今思い返すとね。そう、なんか思い出の話をすると、うん、このインデインボーズの時期に、うん、あのナインチネイルズのトレント・レズナーが、うん、あのソウル・ウィリアムスっていうラッパーと組んでアルバムを出したのよ、はいはい、でそれが、MP3 だけならただ、うん、WAV ファイル、いわゆる高音質のファイルは5ドルっていうのをやったの、うん、でこの時にトレント・レズナーはやっぱインデインボーズのやり方ダメだと、うん、要はただで買われちゃうじゃないか作品を、まあそうですね、まあいいねです、ね、ただでいいじゃんってなるじゃんって言って、それをやったの、試したの、うんうん、いわゆる MP3 だけで聴ければいいやってはただでいいし、ちょっといい音で聴いたやつは5ドル払ってくれってやったの、うん、そしたらね、圧倒的にただで買っちゃったんだよみんな、なあっていうので、ちょっとトレント・レズナーはその後のインタビューとかでも、うん、これちょっと絶望したと、リスナーに、うん、ちゃんと払ってくれると思ったら意外と払ってくれんと、まあでもそうですね、でも実際なら再生機器安いイヤホンとかで聴いてたら分かんないですもんね。そうだからさっき言ったみたいな、トレンドレスナーっていろんなフォーラムを出してて、その当時公式サイト、うん、
で、そのバンドとして成功するためにはみたいなのやってたんだけど、うん、あの音源を売るのはやめろっていう。あ、音源で金を儲けようとしちゃダメだっていうのはかなり前から言ってて、はいはい、その2010年までにもう言ってて、うん、まさにそれはそれがきっかけだったのみたいなんだけど。なるほど。っていう話で、まあ、今回始まって、まあ俺はなんだろうな、ちょうど俺 iPod が出たの多分大学ぐらいで、うん、多分高校のケツぐらいに、俺あのガジェット好きだったからさ、すげえ、うんうん、当時出たソニーのウォークマンの MP3 プレイヤーも、はいはいはい、高3ぐらいの夏に買って、うん、で俺あの音源マニアだったから、うん、まあ、今も集めるの好きだけど、うん、あの1万2000曲ぐらい入れて持ち歩いてたの、うん、はいはい、当時から1万2000すごいや。で常に iPod が出るとクラシックの一番でかい容量のやつを買うみたいな人だったから、うん、言える大量に持って歩くの大好きだったのね。はいはいはい。だから逆に言うとストリーミング出た時なんか味気ねえなと思ってたんだけど、うん、そういう感じでね、だから、まあ、そうですね、だからこれも出てきますけど、この iTunes に CD そうそう入れて、だからそう最初の画像ないやつとかもあるじゃないですか。ああ、そうそう、自分で画像探して。そうそう、探してやったら懐かしいですよ。僕も。いや、だからね、なんかそうそうテープのインデックス書くみたいなのを似たようなことしてたよ、だから。そうそうそう。だから僕もだから、ちょうど高校入って初めてのバイトが、まあ、某 T ポイントカードが使えるレンタルビデオです、はいはい、やらなんですけど。なんとかね。そうそう、だからいやみんなでもレンタル全盛期だったんで、はいはいはい、あの時はだからみんな MP3 に変換して、そうリッピングしまくってたよね。そうそう、今からリッピング自体がすげえよなっていうね。そうそう、あのレンタルのシステムってすげえよなと思ったよね。お金どうなってんだろうっていう、ね。いや、いや確かに確かに、そうそうそう。そう。まあだから俺は本当に何だろうな。高校の時そのバスケ部とかにいたんだけど、うん、みんなに MD 配ったりしてたの。MD ね。ありましたね。そう、友達が MD 渡してくるからちょっと好きなの入れてよって言って、うん、プレイリストみたいな感じでこう好きな曲入れて、うん、作ってこう渡したりしてた。iPad とかじゃちょっと前ですよね、だからね。ちょっと前。ね、それがさっき言った高3ぐらいで、うん、俺は MP3 プレイヤーに変わったんで。うんうん、だから逆に言うと MD から卒業したっていう。そうそうそう。そう。っていうのは始まったりとかしてるちょうど過渡期の時なんだけど、うん、まあ、一応その MP3 の歴史っていうか音楽の歴史がこのドキュメンタリーで描かれてて、うん、まあ、1887年有名なエジソンの蓄音機ができてっていう、うん、これ何がすごかったかっていうと自宅で音楽が聴けるってこと自体がすごかったもん。まあそうですよね、確かに。どういうことかっていうとそれまでどうしなきゃいけないかっていうと店に行かないと音楽なんて聴けなかったもん、うん、うん、そう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 。でもこれは逆に言うと非常に市民権を得たことにもなって、うん、どういうことかっていうとお金ない人は音楽聴けないんだよ。ああ、まあそう、確かにね、そうですね。オーケストラなんて金持ちしか行けないから、うん、まあ、入場もできなかった。一般の人がオーケストラとかそういうものを聴けるようになったのはこっからなんだよ。うん、確かに。それより前っていうのは音楽を楽しむイコール貴族だったんだよ、うんうん、だから逆に言うとブルースとかそういうのが発展するわけよ、庶民の音楽として。そうですね、そうですね、うん、っていう話が出てきたりとか、だから自宅で音楽聴けるのが斬新だった、うん、で1930年代になってレコードプレイヤーができてっていうね、うん、で50年代から70年代1900ね、レコードが最盛期、うん、ほんとレコードが全盛期で、うん、みんなレコードを買って家でレコードプレイヤーで音楽を聴いてた、うん、で1982年に初めて CD が登場する、うん、で CD が何の略か忘れてますよ、コンパクトディスクですからね、うん、そうですね、はい、こっからデジタルなんです言うたら、うんうん、でこれの何がすごかったかっていうので俺忘れてたね、ノイズがないんですっていう理だったのかね。なあ、そうですね。ああノイズがないとか、ああったねみたいな、まあ、逆に言うと確かにレコードを再現するときノイズわざと入れるよねみたいな。まあそうですね、そうそうそう、今ね逆にねノイズ足した音とかあるからね。そう、ビニールノイズみたいなやつ ね、ありますもんね。そういうのもあるじゃん、うん、でこの時がやっぱ一番その CD が出てきて1990年代、だからさっきのね先週話したそのファース先々週のファーもっと前のファーストフードとか、うん、前回のその加藤、異性加藤か、うん、もそうなんだけど90年代ってやっぱすごいんだよ、まあね、文明が一番こう最盛期で、うん、アメリカのその文明的なものがめちゃくちゃねこうすごいこうなんつうのかな、まあ、最盛期を迎えてて一番こう発展しててもう新しいものが次々出てきて次々売れてみたいな、うん、前時代のものがちょうどね切り替わるタイミングが全部90年代な。だからすげえのがアメリカがさ収益が180億ドルまでいくんだよ、うん、一気に音楽業界のそのガーって売り上げが、うん、はいはいはい、で 65% が CD の売り上げってなるわけ、うん、でちなみにそれが93年なんだけどインターネットっていうのはいつできたかっていうと1989年が最初って言われてて、うん、
で、ドイツで初めて CD がデータ化されるっていう、だから CD をデータにするっていうのがからなんだよね。さっき言ったみたいに、そのリッピングするとこから始まってんだよ、データっていう。まずそれがなかったわけね、言われる。だからいきなりデータからじゃ実はないっていうのは、これ実はこれ伝わらないんじゃないかなと思っちゃうんだよね。今ってもさ、デジタルで録音してデータを CD に書いてるじゃん。私、逆そうですね。逆なんだよっていうね。CD とかからデータにしてたんだよっていう。で、この頃は 90% 圧縮音源だと。うん。ぐらいしないと送れなかったの。うん。で、93年に、なんだっけ、ブランデルク博士、はいはい、っていう人が MP3 を開発して、うん。これで、俺たちはね、結構レゴによく非可逆圧縮っていう。うん。これだからあれだよね、あの、写真でさ、説明されるじゃん。これすぐ分かりやすい。分かりやすいですね。いわゆる画素数とか色とか落ちてるんだけど、同じに見える。うん。うん、これだから自分たちの脳で保管してるんだって言うのね。うん、そうそうそう、確かに。っていう話で、まあ98年にデジタルウォークマンっていうのが出てきて、うん、でも最初は韓国製らしいんだよね。MP マンっていうやつで。うん。MP3 や、MP3 プレイヤーができたと。うん。で、この時持ち歩ける曲数、何曲か。うん。12曲。アルバム1枚ですね。うん、そうだね。場合によってはアルバム1枚も入んないぐらいの。そう。だからちょうど俺がだから MP3 プレイヤー買ったのが2004年とか5年だから、そこら辺で考えると進化ってすげえなと思うんだけど、うん、まあそうですね、確かに。でちなみにこの1998年の時、全米音楽業界っていうのがあって、うん、MP3 そのものを禁止にしようとしてたんだよ、うん、これもそうですね、っていうので、これでまたあれですよ、あの俺たちを知ってる人が出てくるっていうんで1999年ですよ、6月、うん、ナップスターが出てくる、はい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 、これで学生8000万人が使うようになるんだけど、うん、あれ、ソーシャルネットワークで出てきたあの人だなっていう。そうですね、あのね。このドキュメンタリーの中でも出てくるけど。まあ、マーク・ザッカーバーグに、こう、要は商売に消しかけるようですよね。マイケル・ザッカーバーグ、ザッカーバーグの横にいたあいつだなっていう。うんうん、ジャスティン・ティンバレイクだなみたいな。はいはいはい、で、これさ、めちゃくちゃこれ、ナップスターの事件で一番有名になったのはメタリカなんだよ、実は。うん、当時もすげえ叩かれてて、はいはいはい、メタリカの言い分だと、1日70万曲ぐらい俺たちダウンロードされてると。うん、いわゆる損害がすごいと。これを全部 CD にしたらいくらになってんだっつって、うん、訴えたんだよね、ナップスターをね。うん、で、要は、その99年から、ナップスターができてから、1日70万曲ダウンロードされてるから、うん、裁判まで来てるで1億5000曲ダウンロードされてる、うんまあうん、これを売り上げにしたらジェット機15機分だと、はいはいね、ウイスキーだったら500万本だったからこの例え分かりづれえよ、うん、分かりづれえ、まあ、あんまりビッてこれだから当時ってメタリカめちゃくちゃ叩かれてさ若者とかにも、うん、いわゆる権威主義だと、まあそうですね、金払わないと音楽が聴かせないやつらだって言われてめちゃくちゃ叩かれて、うん、なんなら CD 燃やされたりしちゃうんだよ、うんなんだけど今考えるとメタリカ正しかったよねなんで。まあまあまあそうですね確かに今となってはいわゆるアーティストの権利としてはね、うん、でまあ2001年の7月にナップスターが閉鎖になるんだけど、うん、まあジョブスがこれがやっぱ上手だなと思ったらそれの前後で iPod が出るんだよ、うん、iPod が発売されてここでついに1000曲になるわけ、うん、一気に増えるのここでめっちゃ出すタイミングいいですよねだからねやっぱ狙ってたと思うよこれ多分多分そうです多分そうですねでもナップスターの裁判の前後は狙ってて、うん、でレコード会社とさらに組むんだよねジョブさんそうそうそうそれがうまいですよねだからねそうでそれが2002年で MP4 ができるんですうんこれもね、アップルのフォーマットとしてめちゃくちゃ有名だし、うん、なんだ今でも使われてるような、まあ、そうですね、うん、ね、フォーマットなわけじゃん。で、まあこれ業界売上の話をすると、うん、99年、一番バブルだった頃ね、うん、252億ドルだったのが、2011年には148億ドルになっちゃうと、うん。だから100億円下がってんだよね、音楽業界って。はいはい。で、これやばいってなるんだけど、うん、これ2006年、スウェーデンに誰が出てくるかっつったらダニエル・ヘイクですよ。うんうん、はいはいはい。ね。スポティファイ様ができるわけです。そうですね。で、ストリーミングって言葉ができるわけです。うん。で、これでね、ダニエル・レイクのこれ言葉が有名なんだけど、うん、所有よりアクセスだと。うん。今まで音楽っていうのは、とにかくいっぱい持ってることがステータスだったと。うん。これ俺すげえわかるよ。なんか CD いっぱい持ってて、うん、いっぱい音楽が聴けるっていうのがもうウキウキだったから。もうわかります、確かにね。さっき言った iPod にどれだけ曲を入れるかみたいな。そう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 。ね。もう絶対聴かないゲームのサントラとかも入れとくみたいな。うん、そうですね。だけど、それよりアクセスしやすさだ。うん。持ち歩くのめんどくさいじゃん、みたいな。うん。データ容量かかるし。そうですね。で、ストリーミングってサイトができて、だからすごいのがさ、2006年に Spotify ができてるのね。うん。だけど、Apple Music は次できるのって2015年なのよ。
そうですね、だから10年近く前にできてる。9年早かったっていうの、スポティファイ。うん、すごいですよね、確かにね。そう。で、まあ、アップルの場合はすげえ上手で、レコード会社とずっと組んでたから、うん、MP4 の時代。まあ、だダウンロード販売やったじゃん。うん。だから、ちょっとストリーミングに移るのが遅くなっちゃったもん。最初からストリーミング目的でやってなくて、もともとは iPod に入れるためのダウンロードでレコード会社組んでたから、ちょっと遅れとった話なんだけど。うん、どういうんですか。でこの年にタイダルっていうあの JC が作ったストリーミングもできて、うん、あとなんだろうな、俺が持ってるのはポノっていうさ、ワブファイルのプレイヤーのポノプレイヤーっていうのもできたりとかして、いろいろこう群雄割拠してたんですよ、ストリーミングとかそういう販売みたいな。はいはいはい。でこれで優先されたのは何か、アルゴリズムですよ。うん、でも スマホでもそうだよね。YouTube でもそうだし、ね、Google でもそうだよ、今。うん、今、何よりアルゴリズムなんだよ。そうそうそう。何よりアルゴリズムが優先されて、俺たちが何を聞きたいかを聞き出されるんだ。うん、その代わり、そっから外れた曲は聞けませんよ、なんで。これ、まあ、そうですね。まあ、何でもそうですよね。買い物もそうだけど。そう。まあ、Amazon も前も言ったよね。知らないものは買えない。検索できないものは買えないんだよ。うん。やっぱな、出会いがないなと思ってて、やっぱジャケ買いとか大事だったんだなとか思ったりするんだよね、そういうことかな。まあ、そうですね。あったじゃん、なんかよくわかんねえ CD900 円だから買うみたいな。そうそうそう、それこそね、だからレンタルビデオとかだったら、よくわかんないけど、ポップがなんかすごい、面白いからとか。そう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 とか、ね。なんかこれやたら手薄めてから借りるかみたいな。借りるから、そうそうそう。っていうのにお金払ったんだよ、俺たちある意味。だからまあ、それは体験なんですかね、それは。だから結局やっぱそこにさ、さっき言った所有だったんだよ、やっぱり。音楽を持ってるってことに俺たちは、お嬢さん感じたから。あ、そうか、確かにね。だけど、何でも聴けるって思わされてるじゃん、今。うん。でも、あそこからなくなったら何にも聴けないんだよ。そうなんですよね、確かに。だから最近そのなんだ、日本だったらなんか事件起こして聴けなくされる。うん、って時に、NHK の大河ドラマがそうじゃん。今、猿之助がああいうことになって、今、全部配信されたじゃん。でも、大河って DVD とかになってないけど、最近のやつって。なるほど、なるほど。ってことは、世の中どこでも見れない。ああ、そうなんだ。いわゆる作品ごと世の中から抹消されちゃうんだよ。そうか、そうか。みたいなことが起きちゃうんだよ、逆に言うと。確かに。まだ不祥事起こしなくても、アーティストが引き上げちゃうとかね。そう、あるわけ。ありますもんね。で、まあ、なんだろうな、業界売上っていうのは2020年231億ドルみたいに戻ったんだよ、うん、で業界を本当に救ったのかって話なんですよ、うん、まあ、業界全体としては確かに戻ってるけど、そうですね。なんだけど、これまあデータ出てくるけど、まあ、レコード会社は年間相変わらず142億ドル利益があると、うん、で毎年ね、あのギブソンのギターが830万本買います。だからそれがわかんねえよ、うん、ピンとこないね。しかもフライング V ってね。そうで、片やアーティスト、うん、1再生 0.001 セントです。うん、そうなんですね。千分の1です。はいはい。1本ギブソン買うのに50万回再生ですよ。これちょっとなんかわかるなっていう。うん、なかなか買えないなっていうのはわかる、うん、っていうのだったりとかして、結局やっぱりね、しわ寄せがアーティストに来てるわけ。うん。で、まあ、なんだろうな、例えばさ、このアーティストの音楽っていうのを絵に例えるとさ、うん、今まで絵をコピーでもいいから買わなきゃいけなかったんだよ、絵を見るには。そう、うん、なんだけど、今入場料1000円払ったら全部絵見れちゃうんだよ、うん、で所有じゃなくなってるから。そういわゆる、この絵を家に持って帰りたいだったっけ、今までは、うん、この絵を僕これコピーでいいから買って家に置いときたいですっていうのが音楽の対価の。うん、なんだけど今全部博物館みたいなところに全部置いてあって、 Spotify っていうね、うん、そこに入場料1000円入って見て満足して帰っちゃうんだよ、みんな家に、うん、ね、要は音楽を家に持ち込まなくなっちゃったんだよ、うん、イメージとしては。私は確かに。でも画家の人ってじゃあ何で儲けるのってなるじゃん。うん、そうですね、そうなっちゃったの ねってことなんだよ、まさに今の状況。みんなが共有してるだけですもんね。だからシェアしてるだけって。だから所有してくんないとアートっていうのはお金にならないんだよ、実は、うん、だから絵っていうのはさ、今でもそういうことになってるわけで、所有することでステータスだったりとかさ、うん、まあそうですね、うん、ね、いわゆる金持ちがまあ投資に使ったりもされてるけど、うん、やっぱその絵を持ってたいっていう感情がある、うん、だから音楽もさ、この CD 俺買ったんだよってやっぱ思い出込みだったっけ。まあそうだね、そうですね、確かにそう。でもさっき言ったこれもやっぱ体験だよね、うん、
だから分かりやすくやっぱ90年代から技術がどんどん発展してってデータになってってなった時に、うん、だからミクジャガも言ってるけど音楽でお金が儲けられたのって実は100年ないんじゃないかって。うーん、そうですよね、確かに50年ぐらいで実はもう乗ってかわされたんじゃないか。うん、音楽家が儲ける時代が終わってしまった、はいはいはい、っていうのはやっぱりそういうことなんじゃないかっていう、さっき言った所有からアクセスになっちゃったから、うん、だからアクセスさせるところに金払ってるから。まあですもんね。だから逆に言うとダニエル・エリクたちあんなに儲けてんのに、うん、なんで俺たちこんなに金ないのっていう。まあそれもでもじゃあお前らの曲配信しないとかなっちゃったら、そうやっぱダメだから、やっぱなかなか文句も言えないですよね、そこまで、ね、そう。だから結局ダニエル・エイクの博物館に曲を置かせてもらってる状態なんだよ、うん、なっちゃってるわけですもんね、うん、いや俺たちコントロールできてないじゃん、なんだよね結局ね、うんうん、だからやっぱりなんだろうな、ちびちびと CD 作ったりとかさ、うん、レコード焼いたりっていうのをフィジカルできるけど、うん、これ今までレコード会社がやってたんだよ、うんうん、でもレコード会社やってくれなくなっちゃって、ちゃんと全然。まあそうですね、そこまでね、確かに。まあだから日本版がほぼ出なくなってる洋楽とかね。うん。で、今すげえこと起きててさ、円安じゃん？はい。輸入版の方が高いんだよ。ああ、まあまあそうか、そうか。みたいなことも起きちゃってるから。ドル換算ですからね、それは。そう。だから輸入版って安いから俺すげえよく買ったんだけど、うん、確かで読まないし。うん。だから最近普通に輸入版の方が高いって聞いて、マジか。最近俺そのダイレクトでそのバンドのサイトから買うことが多くなっちゃったからさ、うん、それこそでもターレコっていう場所に行かなくなったりとか、あれこもそうか、確かに。だから CD 屋にも行かないし本屋にも行かないしっていう状況ができてきて、まあ俺本屋は今も行くけど、うん、やっぱ体験が減ってるよやっぱり。まあそうですね、確かに。っていうことなのかなっていうね、さっき、ニュースで話した映画館の話もそうなんだけど、うん、要はアクセスはできるよ、さっきのネットフリックスみんなあるじゃん、うん、アクセスはできるけどその作品を持ってないんだよね。うん、さっき言ったみたいに誰かがね覚醒剤捕まったとか、うん、なんかしたってなって下げられたら何も思ってない。そう、二度と見えないわけですもんね。そう、だから俺はやっぱ好きな映画のブルーレイは買うし、うん、好きな CD はできるだけ買うっていう風にするしかないんだよ、うん、そうしないと俺たちの持ち物じゃないんだよやっぱり。だからね、ストリーミングって全部そうなんだけど、うん、俺たちが持ってるって考えちゃう、うん、俺たちは何でも見れる1000払えば、うん、かっこっていう。その代わり向こうが引っ込めたら1000払ってても見れないんだよ。まあそういうことです。だからいや俺10年間お前 Spotify 加入してんだぞって言ったところで関係ないです、ね、ないし、10年間毎日この曲聴いてんだぞって言っても関係ないですもんね。だからあのデスグリップスってバンドがやってんだけど、うん、自分たちあれたち権利持ってるから、うん、あの毎月あの聴けるアルバムが違うっていう、うん、ああだからそういう戦略が上手ですね。だからねっていう、そのどれだけそのプラットフォームに付き合わないかっていうか、うん、だらだら付き合わないようにするかっていうのはそういうことなんだけど、うん、でもそれって人気あるからできるわけよ、うん、人気なかったらもう全部置いとくしかないじゃんみたいなだけ。だからこれがまたね、だからその今までだからそのタワレコとかに置けなかったようなインディーアーティストにとっては、うん、まあ、ありがたいありがたいですね、多分スポーティファイとかも、ね、だけどアルゴリズムに乗れない限りは聞けないんだよ。まあ企業そうかな、バンド名を検索しないと出ないし、だからプレイリストに入んないといけないんだよ。だから最近すげえなと思うのは、チューンコアとかに登録して思うのが、うん、プレイリストに乗るためのオーディションがあるんだよ。っていうのが、それってそういうことで商売していいのみたいな。なんかね、マーケティング前提のみたいな、ね。超経営主義じゃん。うん、俺たちのプレイリスト乗せてほしいんだったらいくら払えみたいな。うん、優しい、優しい、優しい、そう。優しくないよな、それっていう、うん。それってそもそも曲の良さじゃないし、みたいな。いや、そうですね、確かに。ってことだったりするから、そういう風に見るとね、じゃあ何が良くて何がダメだったのかなっていうのを改めて見直さなきゃいけなくて、うん、やっぱり俺も自分でこうやって音楽作ったりする立場からすると、やっぱり作品は残したいしさ、うん、なんか一生残るもの作りたいなと思った時に、やっぱストリーミングにしか置かなかったら一生残んないんだよね、やっぱね。うん、やっぱだからデータをフィジカルに、さっき言ったよね、フィジカルをデータにしてたんだよ、もともとっていう、うん。でも今データをフィジカルにしないと一生残んなくなっちゃったっていうさ。まあそうです、逆になっちゃったんですね。逆になっちゃったんだよねってことなんだよね、結局ね。うん、ってことなんでね、そういうのを改めて考えなきゃいけないんじゃないかなと思うし、逆に言うとなんか音楽作る側がさ、うん、あまりにもこういう知識がないから、うん、あまりにも踊らされてんじゃないかなって気もするわけ。まあ契約とかね、もありますけど、ね、まあだからテイラー・スウィフトが今苦労してたりするし、逆に言うとこれをさ、うん、
Apple Music、Spotify から引き上げるよって始めたのはテイラー・スウィフトだったりするわけじゃん。うん、でそれは逆に言うとちゃんと対価が払われてないからだって言えるけど、でもさっき言ったみたいに、うん、この発言ができるのも人気があるからってことになっちゃうから。そうなんですね。だからもう、人気のアーティストが発言してもそもそもみんなに知り渡らない、スルーされちゃうし、引き上げる、引き上げるところでダメージなんないですからね。そう。そうっていうふうになるから、だからやっぱニール・ヤングとかがすげえなと思うのは、何億って稼いでるのにあげちゃうっていう。あ、だからね。うん、でも逆に言うと、それもやっぱ労働組合みたいなもんでさ、うん、アーティスト同士で組んでやらないと効果がないんで。そうなんですね。そういう組合が、まあ、ないですもんね、実際ね。いわゆるまあ、アーティストって基本的に個人事業主だから、うん、組合いないじゃん。うん、だからレコード会社も実は仲間じゃないんだよね、はっきり言って。うん、まあまあ、そうですね。言っちゃうと。だって俺たちの音楽使って売り上げてる人たちだから。そうそうそう。まあ、ただのまあ契約ですからね。そう。で、やっぱあれじゃん、制作費とか全部払ってくれるのかって、今そうじゃなくなってるし。うん、っていう風になってるからさ。で、原版権の関係とか考えたら、明らかにこれレコード会社がもう敵になってんじゃんって人もいるからさ。まあ、場合によってはね。だからまあ、レコード会社所属っていう名前だけど、そう。別に、なんか守ってくれるわけではなかったです、ね。ないってことになっちゃってるから。っていう風に考えると、ちょっと厳しいかなと思うしね。まあ、だからやっぱこれからの付き合い方なんだよね、だからね。うん。だからやっぱこう、レコード会社がなんか、サブスクとか始めてたらまた未来が違ったのかもしれないけど、まあそうなんだけどね、なんかそのダウンロード会社みたいな、うん、その Apple Music の iTunes みたいな iTunes Store みたいなのレコード会社がやってた時期はあったんだけど、ハイレゾとかでね、あ、はい、結局やっぱ維持費持たなくてどんどん潰れてってんね今ね、ハイレゾってもの、今ハイレゾってもの自体が減っちゃってて、うん、ハイレゾをストリーミングで今聴けるようにしちゃったじゃん、 Apple Music が、うん、ってことはね、ハイレゾは高いから買わないんだよみんな。そうそうそう。てかで、物が好きな人はさ、レコードとか CD 買うからさ。そうなんですね。だから、その、ちょうど層がいないんですよね。確かに。そう、要はデジタルを高画質で聴く層っていうのが実はあんまりいないっていうさ。うん。ってことになっちゃっててね。って考えると、やっぱり体験なんじゃないかなってなるんだよね。CD を買って、開いて、開けて、ブックレットを読んで、CD プレイヤーに入れてっていうさ。うん。それはファーストフードの時にも言っていた儀式なんだよ。うん、はいはいはい。ってことはやっぱり人気レストっていうのは儀式なんじゃないかと。まあそうですね。だからこれは音楽だからまあね、やっぱ儀式だし体験だしってことですね。そうそう。まあだからなんだっけ、あの石野卓球が言ってたさ、うん、なんか偉人かなんかがそのテンポをね、自分の走ってるテンポでなんか曲流したらなんかいいんじゃないかみたいな、うん、その自分の走ってるテンポに合わせて曲が流れるシステム作ったらいいんじゃないかみたいに言ったら、おお、だけすげえ酔っ払って、俺たち小豆入りじゃねえんだよって怒られたけど、その意味が酔っ払いすぎてて今は分かってないみたいな。で確かに、なんかさ、言いたいことはそういうことじゃん。いわゆるその気持ちいい時に気持ちいい音楽流してっていうのはアルゴリズムなわけよ。うん、でも絵を見る時の気分ってそういうことじゃないじゃんってことなんだよね。うん、いわゆる何かその映画を見る時に気持ちよくなりたくて映画を見るっていうのは、うん、はっきり言って AV 見るのと変わらないんだよ。まあそうそうそう。いわゆるはっきり言ってポルノなんだよ。いわゆるだから俺は何度も言うけど、うん、泣けると抜けるは一緒だから。まあそうですね。いわゆる泣きたくて映画見るのと抜きたくて映画見るの一緒だから。そうかそうか。要はそこはもう体験じゃないんだよ。アルゴリズムに沿って自分が気持ちくなりたいだけだから。まあ確かに確かに。だから俺はあの DJ のさ、知ってる曲かけたやつが偉いみたいなのも超嫌なわけよ。もうなんか俺たちが気持ちよくなる曲かけてよみたいな。でもこれが最近 TikTok の曲から選んでるらしいですからね。だからそれはさ違うじゃん。それもアルゴリズムの奴隷じゃんと思うわけ。でもそれってさ、逆に言うと能動的に行くしかないわけよ、うん、自分から動いて CD を取りに行って買ってこなきゃいけないから、うん、その手間が今もうめんどくさくなっちゃってるんだよね、今まで。まあそうですね。だから俺も Spotify でシャッフルで聞くけどさ、そのシャッフルさえやっぱりアルゴリズムだけじゃん、うん、っていうのでね、なんかね、アルゴリズムがすげえ合致したやつが流れるとちょっと腹立ったりするっていう、うん、っていうのもあるからね、やっぱりだからそれこそ音楽っていうもの自体が非常に他の芸術的なアートとかに比べて非常に BGM になっちゃった。うん、そうですね、確かに。いわゆる音楽ってものを聞くために何かしないよねっていう風になっちゃってるから、逆に言うと今ライブがないとダメっていう、このドキュメンタリーでも出てくるよね、うん、ライブがないとダメなんだ今アーティストは、うん、だけど、アーティストは集客がないといけないから、それは。うん。それって人気なんだよね。そうですね。だから、まあ、しんどくなってきましたね。年齢も重ねるつれてとかね。そうそうそう。
まあだからコリーがインタビューでね、あと5年ぐらいかなみたいな話だから。うん、しましたからね。そうそうそう。っていう話だったりもするから、そういうのを考えると、やっぱりもうちょいなんか探さなきゃいけないよなっていう。あと何かしら、それでやっぱ取って変わるものになること。うん、いわゆる音楽を聴くこと自体がもう相当順位低いじゃん。うん、どうね、まあそうですね、確かに。でもさ、それ、そうだよね。TikTok があって YouTube あった時に、音楽に映像ついてないとダメになっちゃったじゃん。うん。俺も思うよ。こんなに映像作らなきゃいけないと思ってないもん。そうですもんね、確かに。こんなに映像に、こう映像の勉強しなきゃいけないと思わなかったよ、今までやっぱり。やっぱなんか、なんかあった時にな、ちょっと流すぐらいで、ほんと BGM として流す。そう。音楽を聴くって声はそれにしかなってない、ね、なっちゃってますもんね。っていうね、ちょっとあの悲しい気分にもなりつつって感じなんですけど。まずそうだ、あんまりこう音楽を聴くことがなんかかっこいいとか、このアーティスト聴いてるからなんかちょっといけてるじゃないけど、うん、まあ、そういうのは今どんどんなくなってきてるのかな。まあだから逆に言うとね、限定的なマーケットというか、マーケティングというか、うん、これ聴いてるやつかっこいいっていうなる前に、まずバズらなきゃいけないからみたいになっちゃってるから。うん、でバズるイコールマスになっちゃうから。まあそうですね。だからこう、だからこう、リスナー自体もこう、なんか新しいの、かっこいいの、マニアックなのを求めてる人も減っちゃってるのかなっていうね。まあだから単純に言うとさ、ついに新しいものが良かったっけ、昔っていうのは。うん、いわゆる、機械も音楽も服も、うんうん。だからいわゆるそういう、なんでも、新しいものが最高だったっけ、うん、テクニックス的にもね、うん。うん。なんだけど、今そうじゃないじゃん。まあそうですね、確かに。服だって古着の方が人気あったりするし、うんうん、ね、音楽だって常に新しいかって言ったらもうさ、時代性がなくなっちゃったから、さっき言ったみたいに。確かに。だから逆に言うと、俺みたいに名画座行く方が楽しいってなっちゃう人もいる。ああ、まあね、そうですね。いや、最新の映画が常に面白いっていうわけじゃないから、うん、っていうことに気づいてしまったっけ、俺たちは。そうか。ってなった時に、どうやっていけなきゃいけないかっていうと、やっぱりシーンを作っていくしかないんだけど、うん、さっき言ったように、分母が狭いシーンっていうのはめちゃくちゃ死にやすいから。うん、でもやっぱりこう気軽に曲を配信できるから、だから出されてる曲の数は昔の多いですよね。いや、そうそうそう。ってなると、だからもう収益化が結構まあまあ、そもそも無理って、ね。まあだからトレント・レスナーがそのフォーラムにもう2010年ぐらいかな、書いてたのは、とにかく付加価値だと。うん、グッズで儲けろってその頃から言ってたから、今から言うとめちゃくちゃ早かったなと思うんだけど。うん、いわゆるそのファンをちゃんと取り入れて、うん、ちゃんとファンのメーリングリストを作って、ちゃんとファンに告知しろと。うん、すげえ真っ当なこと書いてあってすげえなと思ったんだけど、はい。いわゆるその音楽で儲けようとすると、さっき言ったコールドプレイみたいにならなきゃいかんと。うん、君たちがスタジアムでライブやりたいならメジャー契約だ。スタジアムやってタイアップやってとか。そうじゃなかったら自分たちでそういうことをやるしかないんだよっていう。うん、だけど逆に言うとそういう仕事もやんなきゃいけないからミュージシャンとしては大変だよみたいな話をしてて。まあ確かにね。っていうね、だから音楽作ってりゃいいみたいなのではなくなったよねっていうのは確実に話さなきゃいけないことで、ね、うん、どうなんだろう、僕らレベルって言ったらあれですけど、うん、やっぱなんかこう兼業しながらマイペースにやっていくのがやっぱ結構正解なのかな今のはね。まあだから逆に言うとさ、もう音楽で食えると思わない方がいいよみたいになっちゃってきちゃってさ、世界がさ、うん、まあそれはそれでしんどいけどね。まあそうですよね、うん、だからね、それこそなんかこういうストリーミング始まった頃とか、うん、は結構ね、なんかサラリーマンぐらい食える人が、食えるアーティストがどんどん増えていく明るい未来みたいな感じ言われてたんだけど、まあ結局ね、今のメインは手数料ビジネスっていうね、うん、あれこれって闇金の利子と何が違うんですかみたいな。そうそうそう、ずっと借り続けなきゃいけないみたいな、うん、っていうことだったりしてね、結局やっぱりなんだろう、ビッグテックもそうだけどさ、マージン取ってそれで儲けるようになっちゃったから、うん、はっきり言ったら諸話題ですよこれ。うん、そうですね、確かに確かに。ここに音楽置かせてくださいでお金かかってんだから。うん。ね、音楽置かせてください、売れたら何パーセントじゃないからね。そうですね。置くだけでお金取られてるから、俺たち。うん、そうそうそう。それは、しょばないでしょっていう。そうですね、確かにね。っていう風になって、ちょっとだからもう一回再考しなきゃいけないし、まあ再考されてるとは思うけどね。うん。考えると面白いんじゃないかなと思うし、ただ音楽だけやってると本当にすぐ騙されるよっていうのはもうね、あのプリンスからビートルズから何から何までそうなので。ああ、まあそうです。気をつけなきゃいけませんよって話でね。うん。はい、じゃあそんな感じで NPC の話だったんですけど、まあ次の回ですね。うん。これ最後に取り上げるのが自宅トレーニングっていう。はいはいはい。これトレーニングじゃないんですよ。自宅トレーニングですね。うん、ああ、そこがミスなんですね。確かに。うん。なんだろうね。自宅トレーニングって漠然としてるけど、うん。キャプテン、なんか経験あります？自宅にダンベルあったりとかします？
いや、ダンベルだけあります。あ、ダンベルあるんだ、やっぱり。そう、ダンベルあります。ダンベルとあの握力のやつ。ああ、はいはい。あれだけ、グリップだけあります。まあ、ちなみに俺はね、まあ、今あんまりそう、ジムにもね、月に3、4、5回しか行けてないんだけど、うん、まあ、高校2年生ぐらいからジムに通ってて、うん、おー、結構長いね。結構長いこと通ってんだけどね、最近が今一番行けてなくてね、なんか月1万円ドブに捨ててる気がして、どうしようかなって感じなんだけど。うん、ああ、まあ、月額ね、結構高いですもんね。なんだけどね、まあ、ちなみに家にもね、俺、あの、エアロバイクと、うん、おあのベンチプレスの台はあるんだけど、この中でも出てくるけど、やっぱりね、ジムに行かないとテンションが上がらなくて。そうなんですよね。で、いや、続かないですよね、これね。モチベーションが向かなくてできないんだけど。うん、まあ、ちなみにこのドキュメンタリーの中で紹介されるのは、まさにこのコロナによるロックダウンっていうのがあって、うん、本当にね、ジム行けなくてきつかったんですよ。ああ、そうなんですね。そう、やっぱジム習慣になってるから、うん、なんかまあ良くも悪くも凶悪神経症みたいなとこがあってさ、うん、どんどん筋肉落ちちゃうみたいな。あ、まあそうですよね、確かに。それも嫌ですもんね。で、逆にと俺それがなくなっちゃったせいで逆に今行かなくていいやになっちゃってる気がするんだけど、うん、ああいうのも何でも継続ですからね、やっぱ何でも継続だから、うん、で、まあ2021年自宅トレーニングっていうのはどれぐらいの市場規模かっていうと、うん、210億ドルですよ、うん、結構ですよね。いや、結構ですね。で、まあ、今回のテーマっていうのは、うん、いわゆる健康習慣なのか、自宅トレーニングっていうの、うん、それとも結局広告戦略じゃないのって話。まあ健康グッズのね、そう、いわゆるそのなんだ、これをすれば簡単にシックスパックにって言うけど結局シックスパックになった人なんているのみたいな。いやー、もうこれね出てくるけどさ、うん、みんななってたらね、苦労しないで、まあ一応歴史振り返ると1950年頃からジムってのあって、うんうん、まあ言うたらアスリートなのが運動のためにジムに行くってのが当たり前ですこの頃、うんうん、いわゆるその野球選手が野球を上手くなるためとか、うん、いわゆるサッカー選手がサッカー上手くなるためとかのためにジムに行くと、元から運動選手たちがさらなレベルアップのためにジムに行ってと、うん、でこれまあ出てくるんだけどほとんど男性ですよと、うん、この頃女性っていうのは家事をしてれば1日2キロ歩くからとか言われて、うん、そもそも女性がトレーニングする習慣すらなかった、うん、まあさっき言った女性のアスリート自体も少ないからねこの頃。あ、まあまあ確かにね、そうですね。で結局社会様式が変わってさ、これまあ今回もこれアメリカの話が中心なんだけど、うん、やっぱデスクワークが増えて、うん、あとやっぱ車社会だよねアメリカといえばね。あ、はいはいはい、歩かなくなるんだよ。うん、だからあのアメリカとか見てると本当に1日100歩も歩かないみたいな人普通にいるんだよ。あ、まあそう、ね、オフィスまでしか歩かないとか、うん、車降りて家までしか歩かないっていう人本当にいるのよ。はいはいはい。ってなると太るよね、それ。まあそうですね。それはさっき言ったカロリーがどんどん上がってますから食事っていうのは。そうですね、食べ物もそうですもんね。そう、これあのだからさっき言った先々週話したファーストフードっていうのが、うん、車社会でできたよね確か。あ、そう、ドライブスルー、ね、ドライブスルーと同時に進化した。これも実は関わってるっていうさ。じゃ結構太るし、もうなんか文化になっちゃったんですね。そう、まあだからね、分かりやすくあの物の進化とキャピタリズムの進化が一致してると同時に、うん、人間が不健康になるっていうね、うん、なかなかね、このなんか皮肉というか。でこれに対してできたのが1961年ケネディ大統領の時にいわゆるそのフィットネスブームが来るんだよね、うん、で健康習慣をつけましょうと言葉ができて、うん、でこれでジョギングってもが流行るわけです、うん、でこっから自宅トレーニングなんですよ、はいはい、でジョギングって外走ってて家から帰ってくるじゃんみたいな、うん、でこれでさすげえなと思ったのがさ、有酸素運動って何がきっかけでできたかって言ったら NASA なんだよ、うん、でなんでかっていうと宇宙飛行士の人ってすげえ体鍛えなきゃいけないけど、うん、でなんでかっていうと宇宙に行くとめちゃくちゃ筋肉を仕上げてくるから。そうなんですね、今究極の運動不足みたいに言ってますもんね、あれね。でそっからエアロビクスってのができて、うん、有酸素運動って言葉ができて、そっからジョギングが家族で流行るっていうので、うん、これが自宅料金自宅トレーニングの走りなんだよね、うん、そういう風に結局なんだろうな、世界の最先端技術みたいなところからこうやっぱフィットネスみたいなのが流行るんだなっていう、うんうん、あ、そうですね、ところが出てきて、まあ、1969年かな、エアロビクスダンスってのができて、うん、俺たちが知ってるエアロビクスって多分これだよ。あ、そうですね、そもそも ダンスが前提というかね。そう、あの音楽かけてそれに合わせて動くっていうのはエアロビクスダンスってやつだったっていう。うん、そう。でまあ1980年にテレビでエアロビクスダンスが始まって、うん、これジェーン・フォンダって人が始めるんだけど、うん、女優さんね、うん、
で、82年にビデオができるんですよ。だからすごいね。だからこの101見てて面白いのがさ、アメリカの近代史っていうテクニクスの進化の歴史でもあるから、まあそうですね、それで結構それとまさに全部関係あるんだよね。 FP3 もそうだし、この自宅トレーニングもそうなんだけど、いや確かに確かにね。だからあのファーストフードがさ、電子レンジができて変わったみたいな話とか、うん、そういうのもそうだしっていうの、デバイスとか風というそうそうそうっていう文化変わるんで、ね、やっぱ同時に進化してるっていう、でまあこの当時そのビデオをジェン・ホンダがそのやるべきのビデオ出すんだけど、うん、$59ドルすると、うん、今で言うと177ドルぐらいの価値だ。はっきり2万近いんだよ。うん、ねえ、それが高いですよね、やっぱね。高いじゃん。うん、だから年何本も買うもんじゃないんですよ、そもそも。うんまあ、確かにセルビデオって最初1万円したよ。まあそうです、僕ちょっとその記憶ないですけど。そう、だからあの、なんだっけ、あの、レンタルビデオにないビデオをさ、うん、買おうと思った時に、俺まだ中学生とかだからさ、うん、なかなかやっぱ買えて出なくてさ。あまああのなんだあのうんしてもらったりとかしてまして、うん、上下ものをうんして見てたりしました、ね、なるほど。そう、そういうのだったりとか、まあ要ははっきり言ってデッキ用普及と一緒なんだよね、このエアロビクスの普及っていうのは、うん、ビデオデッキが普及すると同時にエアロビクスも流行ってみたいな、はいはいはい、でついには300万本売り上げるっていうね、うん、すごくない？めちゃめちゃヒットした。だからこれでも25,000本そうそうそうで大ヒットなんでしたっけ。そうだから100倍ですよ、はっきり。うんね。で、こっから何が進化していくかっていうと、トレーニング機器ですよ。うん。これがだから結構食わせ物で、うん、通販とセレブ CM なんですよ。うん。要は、500万台を超えるようなトレーニング機器が売れるようになって、なんだ、うん、あるじゃん、これ。あの腹筋鍛えるみたいな。うん、まあ、そういうことも、普通のジムにあるようなやつね。そうそうそう。あと、なんだろう、こういうさ、なんかあの、器具にこう乗っかって、こう、こうやるやつとか、うん、いろいろ出てきてっていう。で、要は80年代になって、これすげえのがアメリカの3分の2がトレーニングしてる状況っていうね、うん、とんでもねえフィットネスブームなんですよ、はいはいはい、なんだけどこれ要はブームから生活に変わっていくの、うん、でもさ、これ通販とセレブ CM って日本今も変わってないよ。まあそうですね、やっぱりやってますもん ね有名なそのスポーツ選手が出てきてさ、うん、僕はこれでシックスパックにみたいにやってる。いや、やってますね。確かにな。まあだからね、90年代さらに増加してた器具が、まあだからこれもテクニクスの最盛期なので、うん、はっきり言って十分な効果が出てるのか謎っていう、ね、うん、これ何でも出てくるんだけど、何でも継続っすよみたいな、うん、ことなんだけど、あとこれトレーニングで怪我をするようになった人が増えたと。なんでかっていうと、トレーナーがついてないから、まあ、無理しちゃうんだよね、これ結構、まあ、素人ですもんね。そう、でこれはでも今日本でさ、パーソナルトレーナーブームが起きてるじゃん今。うん、いや多いですね、確かに。あれ結構今闇あってさ、うん、免許ねえんだよあれ。だからそのトレーナーって免許って必要なんですか。じゃ資格あるんだよね、栄養士みたいな資格がちゃんとあるんだけど本当は。でもライズアップとかもそうなんだけど、あれバイトなんだよ、うん、ああそうなんですね。だから最近それでね、その怪我させちゃったりする事件が増えてて、結構今問題になってんだよね。その素人が実は教えてて、実は専門家でも何でもなかったみたいな。だけどこの高額なパーソナル料金だけ取ってるみたいな。まだ運動得意なバイトの兄ちゃんとか。そうそうそう。いわゆる元々部活やってた人とかが、独学で教えちゃってるみたいな。みたいな。みたいなのが出てくる。でまあ結局ね、これ最初に出てくるのはケーラー効果ってやつで、うん、あのグループでやった方がテンション上がりますよって、うん、これモチベーション向きますよ。まあ分かる気しますね。何でもそうだけど、辛いことってやっぱグループでやらないとやらなくなっちゃいますもんね。あと要はジムの意味なんだよこれって結局、うん、ジムに行くと何があるかっていうと、安全性と同時に、うん、俺よりすげえ人がいっぱいいるわけよ。ああまあまあそうですね。それがねめちゃくちゃモチベーションになるんだよ、うん、これはめちゃくちゃあって、やっぱね、俺ゴールドジムにね通い始めて思ったのが、うん、自分よりすごい人の方が多いからちょっとテンション上がるんだよ。頑張んなきゃみたいな。で逆に頑張ればこうなれるんだっていうかね。そう、期待もありますよね。で結局だからこれ大事なのはさ、辛くなくて楽しいものじゃなきゃそもそも続かないよね。まあそうですよね。だから結局さ、これ何でもそうなんだけど、ボディービルダーって実は健康じゃないんですよ、あの人たち。ああまあまあ、それはそうですよね。あの人たち結構肝臓とか腎臓悪かったりとか、うん、あと俺もそうなんだけど、痛風になったりするの。だってタンパク質めちゃくちゃ取って、試合前は水抜いたりするんですよね。要は、栄養が非常に偏ってる。
そうですね。っていう風になってて、だから結構ね、実は辛かったりするんだけど、うん、やっぱフィットネスってもの自体はやっぱ楽しくないとダメだよねっていう。うん、続かないよねっていう。いやいや。であとまあ、これのやっぱ進化として出てくるのはやっぱ YouTube なんですよ。うん、でもこれもテックですよね。まあ、YouTube のおかげでトレーニング動画ってでもできたじゃん。うん、あれがね、YouTube だけで、ね、16万本ぐらいあると言われてて、うん、要はそれを見て自宅トレーニングする人も増えてる。うん、まあ確かにいます。特にコロナ禍とかめちゃくちゃもう、ね、特に検索してなくてもなんかね、出てきてたじゃん。出てくるぐらいになりましたよね。だから結局2014年に何ができたかっていうと、エアロバイクのクラウド版っていうのができて、うん、エアロバイクに乗りながらクラウドでつながって、いろんな人と一緒にトレーニングしてる気持ちになる。ああ、なるほどなるほど。何この VR 空間って、本当に VR かけながらやってたりするね。ですです。あとまあ分かりやすいのは WeFit とかがまさにそうなんだよ、うんうん、いわゆるデータを取っていろんな人のランキング見ながらやったりとか、友達のランキング見ながらやったりとか、はいはいはい、いわゆるインターネット通信って通信対戦みたいな形で一緒にやったりっていうのができると、うんうん、要は結局全てのマシンで管理できるわけ、うん、でもこれ怖いのがさ、うん、だからなんだろう、アップルウォッチとかもそうだけどさ、全部データ取られてんじゃん。うん、ああ、まあまあそうですね。本当に安全ってことも実は言われてて、うん、すげえのが、このエアロバイクのシステムがあるんだけど、このジムが使ってる。うん、これハッキングすると、個人情報全部抜けるっていうのが出てくるんだよね。ああ。ぐらい、でも実は結構危うくねって、自分の健康データ全部取られてるって結構怖いよみたいな。そうですね。しかもなんか、まあ、分かんないか、イメージかもしれないけど、なんかあんまセキュリティとか強そうじゃないですよね、そういう健康器具の。結構みんな緩くやっちゃってて、なんか誕生日暗証番号にしちゃってたりとかするか。なんかそうそうそう。っていうのがあったりとかして、まあ一長一短なんだけど、まあ、だから結局このドキュメンタリーの面白いのは、うん、結局モチベーションじゃねっていう。まあそうですね。まあだからそのジムに行きたい人、うん、俺みたいにジムじゃなきゃダメだなって人もいるし、逆に言うとジムでやるのが恥ずかしいみたいな。ああ、まあそういう人もいますよね。そういう人のためにやっぱ自宅トレーニング大事で、うん、面白いよね。全国民の 40% 以上がダンベルは家にあるって。うん、そうですね。で、そのうちトレーニングやってるのは6割ぐらいなのにって。うん、で、逆に言うと 40% ぐらいは置物になってるっていう。そうね。でもなんかそもそもジム自体もなんか、そう、幽霊部員、っていうか、幽霊会員、はいはい、もがほとんどって言いますよね、これ。まあだから、結構ハードに行ってる人っていうのは多分 10% いないんじゃないかとよく言われてるよ。そう、だからまあ、あんまりジムでも元が取れって言い方は正しくないかもしれないけど、そう。その取れてない人が多いっていうか。そう、だから逆に言うと俺はもともと元を取っていた分ね、元を取れていないのがすげえ歯がゆくてね。いや、そうですね。そう。だけどでも行かないとなと思って、行かないでいるのもまたしんどいしな、みたいな。うん、そうそう、だから別にもう昔2年前めちゃくちゃ筋トレしたから今いいかとか言うわけじゃないですもんね。筋トレってね、結局ね、続けなきゃいけないから。そういえば1年いかなかったら落ちちゃいますもんね。そうだからね、結局やっぱモチベーションと心がけっていうね、何でもない答えが出てくるっていうのがこの面白い、うん、結局人柄だよねみたいな話とか、うん、やっぱそうだから、やっぱこのドキュメンタリーを見ててやっぱ何が面白いって MP3 とか自宅トレーニングとか体外受精とか全部さ、うん、技術とかが入ってきて、うん、ね、異性加藤もそうだけど、うん、そうですね、進化して落ち着いてそこの問題点が明るみになって、うん、じゃあもう一回どうするってなった時に、うん、結局心じゃねえのみたいな、うん、なんかそうですね、結局人間じゃないみたいなことになるっていうね。うん、確かに便利さの先には結局心が求められるのか。だから便利さと楽さの先には結局倫理観みたいな。うん、だから倫理観がないやつが扱ってるコンテンツは全部怖いみたいな。確かに。ことになっててね、そういうのを見ると結構まあ面白いんじゃないかなと思うしね、面白いドキュメンタリーだなと思うんで、ね、うん、合わせてこの、まあ101、全部10話ぐらいか、12話とかあるんで、今のところそうですね、うん。まとめてみると面白いし、まあ今回扱ったテーマ見てみてね、感想を教えてくれた人と面白いんで、うん、いいかなと思います。そんな感じでまた来週はね、うん、また来週は、ちょっとまたしんどい世界に戻ろうかなと思うんで、うん、そういう話もしようかなと思います。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。また来週です。さようなら。さようなら。